延別島は、京城湾北西部に浮かび、大韓民国が統治する二つの島の総称。朝鮮民主主義人民共和国が統治する、加滅半島の南1 2トルに位置し、軍事境界線近くの島である。大延別島と、この別墓島大延別島と、この別墓島の二つの有人島からなり、行政上は、陰町港域死加滅の別面に属するが、 北朝鮮も領有権を主張している。公開上にあって、同じく韓国の市政下にある白島、大鎮太を、小鎮太を、墨島とともに再開後島と呼ばれる。延坪島の北方には1953年8月に国連軍が宣言した北方限界線が走っている。一方、北朝鮮は1999年9月に、 北方限界線の向こうを主張するとともに、独自の海上軍事境界線を延別坊島の南方に設定した。延別坊島は北朝鮮の設定した海上軍事境界線の北側になるが、2000年3月、北朝鮮は米艦艇や民間船舶が通行できる水域として、延別坊島周辺海域の第2区域とそこに通じる第二水路を設定している。 なお同じように、再開後島の白島周辺海域には、第1区域とそこに通じる第1水路、墨島には、第3区域を設定している。周辺海域では、第1延別母海戦、第2延別母海戦、延別母島砲撃事件などの武力衝突が起こった。韓国は、延別母島に1000人規模の海兵隊部隊を、中屯させており、 北朝鮮側の大ネム、鴨島や、長財島には、延別島を攻撃するための兵局射砲が配備されている。近海は、口や渡りガニなどの工業場となっているが、近年中国漁船の違法操業が問題となっている。新川中心部からは1 2 2トル離れている。人口は1689人。朝鮮王朝時代には、航海道に属する島であった。 1896年の地方行政制度改編の際に、公海道改修群松林面の続投となっている。1938年、改修群の中心部が改修府となった際、周辺部、離島部は壁上群となった。1945年8月、日本の統治が終焉を迎えると、38度線以南にあった、この島は南側の領域となり、 海岸にある河滅半島と共に、軽機道加滅軍となった。朝鮮戦争によって、河滅半島本土は、朝鮮人民軍が占領したが、野別坊島は、大韓民国領に止まった。1995年には、インチョン港域市に編入された。1999年7月20日、面の名は、松林面から、野別坊面に改められた。 2010年11月23日午後、東の北方の対岸である北朝鮮領内のシュゲル島及びケモサト海岸砲陣地より北朝鮮軍が突如海岸砲、極射砲、約170から200発を発砲した。発射された砲弾は大野別菩島の陸地及び周辺海域に着弾し、陸地には80発が着弾した。現場の反撃措置により、 韓国軍は、島内の陣地に展開させていた KQ155mm 自走榴弾砲で、応射し、80発以上を発射、砲撃戦となった。この砲撃戦に対して、韓国軍最高司令部は、戦闘機を延べつぼ島周辺空域に向け、非常出撃させた。砲撃戦は14時35分により開始し、55分に一時的に、中断。 15分後の15時10分に再び北朝鮮側から砲撃が開始され、42分まで続いた。この砲撃によって、韓国軍兵士2人が戦死し、4人が負傷。自走砲2両が損傷を受けたほか、兵舎や陣地、通信設備等の軍施設に損害が生じた。また、島内の民間地区にも多数が着弾し、民家に損壊と火災を生じさせ、 大きな被害を出したほか、山間部では着弾により山火事が発生し、広い範囲にわたり山林が消失した。民間人は二人が死亡、数十人が負傷した。北朝鮮側の実質的被害は今のところ不明である。ありがとうございます。